はい、どうも、ゆきおでございます。本日もお手軽なのに本格的、本格的なのにお手軽なクッキングをやっています。今日はね、レンズ豆のマリネをちょっとご紹介しようかなと思ってます。まあ、正直レシピはめちゃめちゃ簡単なんだけど、でもそれを一品あるだけでもう食卓でね、彩ってすごく助かる一品になるんで、まあね、お酒飲む方とか特にこういうのがあるとね、もう多分グイグイ進んじゃうから、白ワインとか、これをちょっと作っていきますので、よかったら見ててください。レッツクッキング。まずはね、お湯茹でて、お湯茹でるよくわかんないこと言っちゃったな。お湯沸かして、はい、そして、まあ、レンズ豆、これはね、はい、これはね、目黒のマヤバザールっていうところで、まあ、インド料理屋さんなんだけど、インド食材屋さんかで買ってきたんだけど、まあ、すごい使えるので、これ大容量で入ってて安いのレンズ豆、これ超いい。で、このレンズ豆は 100g 使っておりますね、今回。はい、ちょっと洗おう。さっと、さっと洗ってみじん切りです。まあ、このくらいまで、まあ、細かくなるまでやって、よいしょ。ポン。ポン。ちょっと玉ねぎちょっと塩振って、で、ちょっとかき混ぜとくと。はい、沸騰したので、ちょこんと塩入れて、茹でてこう。はい、で、まあ、茹でるときは弱火で茹でます。 Hey Siri、 タイマー10分、しくよろ。はい、タイマーを10分にセットしました。それじゃ、まあ、少し水が出てきたので、まあ、絞りましょう。じゃあ、レモンをちょっと切ってレモン汁作りましょう。はい、ちなみにこのレモンもベージュウォッシュをしております。あ、出て、よし、 OK、 10分経ちました。 Hey Siri、 タイマー止めてください。 Siri 無視。よし、足を見よう。ヘイシリ、タイマー止めて。タイマーは停止しています。はい、ありがとうございます。うん、大丈夫でしょう。 OK、 やっぱ10分でいいや。 OK、 止めます。じゃあ開けましょう。よいしょ。はい、じゃあこれで、まあ、お湯切ってこのまま入れていきましょう。はい、ゾバッ、跳ねない、よしよし。さあ、リモン、リモンを入れる。よしよい、おっす。で、塩とりあえず適当に雰囲気で振って、で、胡椒を雰囲気でいって、だいたい雰囲気でいけるんだよ。よし、で、蜂蜜はほんのちょいだけ入れてみよう、隠し味程度。よいしょ。で、オイルだね。オイルを少し入れます。ガエアのオイルだね。オリーブオイルちゃんでございます。さのさのさと。はい。まあ、もうこれだけで OK っちゃ OK なのよね、本当に。まあ、超簡単ってか、誰でもできる。みんな知ってるかね、普通に。これで十分なの、マジで、味付けは。で、こっからさらに、お好きな方とかカスタムができるから、まずこの状態を作っといて、
でそこからマスタード入れたり、あとツナ入れたり、でちょっとあの、まあ、クミンみたいなのを振ってちょっとそのスパイスな感じにしたりとかいろいろできる。まずこの状態を作っとく。はい、どうでしょう。うん、うまいんだけどオイル足そう。はい、オリーブオイルは強めの方が美味しいです。で塩もうちょっとだけ振っとくか。ちょいちょい、ほんとちょいちょいで OK。 こんなもんかな。やっぱね、生のレモン使うのがポイントっちゃポイントかな。それでも十分美味しい。生のレモン、塩、コショウ、オリーブオイル、最高です。うん、OK。 塩弱めだけど、もうこんくらいにして作っときます。で、ちょっと今日はガーリックパウダーを加えようかな。サラサラっとね、サササササササ、ほい、 OK。 これでもう十分。うん、うまい。まあ、こんな感じでレンズ豆のサラダ完成でございます。ほい、はい、っていう感じでもうパパッとできちゃう、超簡単です。でこれをスタンダードを作っておけば、ここからさらにまたさっき言ったツーマスタード入れたり、あとはツナとか入れたりで、もっとハーブ系ね、プロバンスハーブみたいなのかけたりして、もう何でもできる。うん、あでクミンとか入れるとね、ちょっと南の風がちょっとバスク的な感じがするから、それでももちろん美味しい。なのでもう何でもできます。これ1個作っとけばまあ便利だから、まあよかったら、まあ酒のあてに、もう今これ食べただけで白ワイン飲みたくなっちゃうね。さあ今日も飲みますよ。ということでご視聴ありがとうございました。レンズ豆の、マリネレシピ紹介でございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ゆうけでございました。じゃあバイバイバイ。